なるほどな。魔女じゃなく、ベアトリーチェという名の愛人が島に存在していたわけか。つまり、人間は18人以上いる。ということは、18人全員に不可能だから、魔法犯罪である。という図式は崩せるわけだ。これは大きい情報だぜ。失礼いたします、マトラ様。紅茶とクッキーはいかがですか？いらねえよ。俺は今取り込み中なんだ。放っておいてくれ。おやおや、それはそれは美味しく焼けたクッキーなのに、とても残念です。人間ごときにはもったいないくらいに素敵に焼き上がった。それはそれは素敵なクッキーなのに。気が向いたら食ってやるぜ。その辺に置いてとっとと失せな。さようでございますか。それではそのようにいたしますよ。冷めてからお召し上がりになって、焼きたてを召し上がらなかったことを存分に後悔なされると良いでしょう。いちいちうるさいやつだな。まあ、耳元で気色悪くケラケラ笑うベアトのやつよりゃ数段マシだがよ。いえいえ、まっとく。お嬢様の笑い声は時折実に品があります。それを聞くたびに、なぜ私ほどの高貴な悪魔があのようなものを主にしなければならないのか、理解に苦しむのでございますよ。変なやつだな。そんなに嫌なら使えなきゃいいだろうが。それでもなおお使いするのが家具の喜びなのでございますよ。それでなくては家具は務まりません。それはさておき、ゲームの方はいかがでございますか？先ほど良い情報を見つけたようなことを言われ、お喜びになられていたようですが、はてさて、どのような朝知恵が思いついたやら。おっかった、19人目の存在に自信を深めたからでございましょう。よろしければぜひご考説をお聞かせ願いますか。ああいいぜ。どうせベアトの前で改めて言うしな。隠す必要もないぞ。いいか、この島に隠し屋敷があって、愛人を住まわせていたらしいんだ。となりゃ俺を苦しめてきた18人なのか19人なのかって疑問は簡単に決着する。マトラ様は魔女を否定するくせに、18人の中にも犯人を求められないダブルスタンダードの袋小路に自らを追い込まれました。魔女を否定する最も簡単な方法は18人の誰かを疑うことだ。18人全員のアリバイはそう簡単には揃わない。常に一人くらいはアリバイの脆い人間が生まれる。俺はそいつを生贄にすることで常に魔女を否定し続けることもできるだろう。しかしそれは断固拒否する。ああダメだぜ、全然ダメだ。18人はみんな俺にとって親たちや親戚たちやいとこたち、そして真面目だったり面白かったりする頼もしい使用人の人たちだ。俺はその人たちの誰を生贄にすることも許せない。かつて俺はその決意があやふやだった。だからその心の弱さをベアトに疲れたんだ。自らの弱点を認め理解する、なかなかできることではありません。バトラ様は19人目が存在する説を槍にする。槍というよりは盾でしょうかな。いずれにせよ、これまでのゲームでの無策と違い、戦い方に指針を持たれるのは
劇的飛躍と申せましょう。これでバトラ様は敬愛する18人を疑わずに存分に19人目を疑い、人間犯人説を追求できるわけでございます。そういうことさ。最初のゲームのカノン君が殺されたボイラー室とか、他にも19人目が存在していたなら迷う必要なんかないトリックはいくつもある。18人の誰にも無理だから、イコール犯人は魔女という図式だけは否定することができるわけさ。ふむふむ、とても良い一手だと思いますよ。私だったらどう切り返しましょうか。たとえバトラ様が理解されたとしても、未だに弱点は健在。18人攻めは有効な手でしょうね。バトラ様の守りがどの程度か確かめる意味でも、改めてそこを突くのも面白いかもしれません。ならどう来る、悪魔の執事。バトラ様が刺された19人目の駒を迎え撃つのが妥当でございましょう。バトラ様は19人目にお会いしておりませんね。19人目が存在する証拠をお願いできますかな。アメーゼ、もちろんその差し手で来るだろうことは読んでいる。それはそれは、受け手をお願いいたします。魔女だの悪魔だの、お前らにこれほどふさわしい言ってはないぜ。それがこいつ、悪魔の証明さ。Thank you.
まあ、へりくつまみれの暴論だとは思うぜ。相手が人間だったなら、寝言を言うなと怒鳴られるところだろうよ。だが、俺の相手は魔女だ。そして、俺たちがやってるのはそういう勝負なんだろう。どんな暴論であろうとも、人間で説明をつけ、魔女を否定する。とにかく、この一手で俺は、二度と親しい18人のみんなを疑わなくて済む。俺は二度と、前回の失敗は繰り返さない。なるほど、前回の失敗を学ばれているのですね。良いことですよ。さすがに3度もゲームを重ねると容量が良くなるものです。まずは自陣の守りを固める。実に堅実な処方です。なかなかの妙手と思いますよ。まあ19人目の人物を仮定したとしても、マスターキーの本数などのように何人人間を増やしてもクリアできないトリックも残ってる。しかしとりあえずの初手としては悪くないはずだ。バトラ様の切り札、19人目の人物という大駒、証拠はあるのかとの私の一手に、バトラ様は悪魔の証明で反撃。良い攻防です。お嬢様のおられないところで勝手に手を進めてしまうのは申し訳ないのですが、私も少し面白くなってきてしまったところです。お嬢様に代わり、さらに行って進めさせていただきましょうか。来いよ。魔女だろうと悪魔だろうと相手に不足はねえ。バトラ様の刺された一手、悪魔の証明、これは私ども悪魔のお箱でございますが、他にも私どもにはいくつもの手がございます。ヘンペルのカラスという一手はご存知ですか？ヘンペルのカラス？何の話だ？これはこれはお嬢様、おはようございます。わらわのいないところで何やら面白そうなことをしていると思えば、ヘンペルのカラスか。なんとも笑える懐かしい一手よ。よもやバトラに披露する日が来ようとはな。それは悪魔の証明に並ぶ古典的一手だ、ロノウェイ。それはわらわが指す一手ぞ。わらわの楽しみを減らしてくれるな。出やがったな、ゲラゲラ魔女め。相変わらず下品に笑いやがって。こいつもお前のこと、笑い方に品がねえって陰口言ってたぜ。まあそれは心外な。本当か？めっそうもない。心より尊敬申し上げているお嬢様に、この私めがどうしてそのような陰口を申せましょうか。よくもシャーシャーと言えるもんだな。お前とは仲良くなれそうにないぜ。まあよい、話を戻そう。ヘンペルのカラスは実証を待遇的に行ってみせる。つまりこういう手だ。カラスが黒いことを証明するにはどうすればいい？あ、何の話だ？カラスが黒いことを証明って、カラスを捕まえてきて、色が黒いことを確認すりゃいいだけの話だろ。その通り、カラスイコール黒いを証明すればよい。ということは、黒くない鳥イコールカラスではないを証明しても、同じ論法になるのがわかるかな？世界中のカラスでない鳥をすべて調べ、それらが黒くないことを証明すれば、それは結果的に、故に黒い鳥はカラスであるとなるわけだ。これを待遇論法という。そなたには難しいか？ああ、まったく何言ってやがるのかさっぱりだ。バトラ様、
こういう例え話はいかがでしょう。二つの箱があり、片方は当たりでクッキーが入っているといたします。もちろんもう片方は外れで空っぽです。そりゃ当然だろう。もし選んだ方がハズレだったなら、もう片方は自動的に当たりってことになる。つまり箱を適当に選び、当たりを引こうとハズレを引こうと、最初の一手でどっちの箱にクッキーが入っているか特定できるわけだ。その通り。開けた箱にクッキーが入っていたなら、悪魔の証明を満たす。この箱は当たりイコール、この箱にはクッキーが入っているをまさに実証できるわけだ。しかし開けた箱が空っぽだったなら、この時は逆にヘンペルのカラスを満たす。この箱にクッキーが入っていないイコール、この箱は当たりではないとなるのだから。そしてそれは箱が2つしかないことを前提としている限り、もう片方の箱が自動的に当たりであることを待遇的に示している。ま、なんとなく理屈は分かったぜ。毒を制するには毒、屁理屈には屁理屈ってわけだ。それで俺の島には19人目の人間が隠れているに違いないから、18人全員にアリバイがあってもそれは魔女を認めることにはならないを、どう切り返してくれるってんだ。よかろう。わらわの手は教えよう。まずそなた、18人の中に犯人はいないイコール、ならば犯人は19人目としている。ならば待遇としてこうなるわけだ。つまり犯人は19人目ではないイコール、ならば18人の中に犯人がいる。はあ？あんたと、それはどういう意味だ。そなたの指し手を逆手に取っただけだがな、そう難しい話ではあるまい。ロノエ、説明せよ。そなたのさっきのクッキーの箱の例えはバトラに分かりやすいらしい。それでは僭越ながら、先ほどの例え話でもう一度ご説明させていただきます。なんだと？わらわが19人目の箱の中身が空っぽであることを先に証明すれば、そなたは自動的に18人の箱の中にクッキーがあることを認めなければならないということになる。そなたはそれを逆の言い方で口にしたに過ぎんのだぞ。つまり俺の自信満々の言ってな、同時に諸刃の剣でもあるってわけか。その通りよ。
そなたの19人目で全てを説明する一手は、それが破られた時、18人でしか説明できないことを認めざるを得ないリスクを背負っている。世の中には悪魔の証明がそうであるように、反論に膨大な手間がかかり、事実上不可能であるケースが少なくない。しかしヘンペルのカラスはその問題を逆手に取り、容易に実証することを可能とする。ヘンペルのカラスを使えば様々な暴論が実証可能なのです。例えば、私以外の人間イコール愚かであるという命題があったとします。これを証明するには本来、私を除く全人類を調べ、愚かであることを証明しなければなりません。しかし何十億人も調べるなど現実には不可能でしょう。バトラ様の18箱を開ける手間と全く同じです。しかしヘンペルのカラスならば、その命題は待遇的に
こう変換される。つまり私以外の人間イコール愚かであるをそなた風に言うならば、チェス盤をひっくり返し、愚かではないイコール私として証明しても良いということだ。つまりどういうことだと思う？わらわが聡明であるという事実を知るだけで、全人類は愚かであることの何十億人分もの証明が直ちに終了してしまうわけだ。全人類がわらわよりも愚かであることをわずか1秒もかけずに証明終了できる。世界最強最速の QED、 これぞヘンペルのカラス。なんつー暴論だよ。これはとてもとても便利な一手ですよ。悪魔どころか神々も好む一手です。幸福であるイコール神のしもべを命題とするとき、待遇は神のしもべでない人間イコール幸福であってはいけないとなります。つまり神のしもべがその加護によって幸福であることを実証するためには、その加護を受けぬ人々が不幸であることを実証すればいいわけです。そして彼らは自らの神を信じない人々を不幸に突き落とすことで自らの幸福を実証する。人に幸福を与えるには莫大なコストがかかる。しかし人を不幸にするのに必要なコストははるかに安上がりだ。つまりヘンペルのカラスを使えば、神々は実に低コストで信者に加護の喜びを与えられるわけよ。悪魔だ。悪魔の理論だ。めちゃくちゃだ。話が逸れてしまったようだな。そろそろ話を戻そうぞ。わらわの反撃の一手は以上だ。そなたの19人目が犯人だから、18人は無実で魔女も存在しないへの反撃は、ならば19人目が犯人でないことを証明できたら、18人か魔女のどちらかが犯人ということで確定するぞ、との確認だ。まだまだ序盤だぞ。この程度で長考するつもりか？いや待て、確認するぞ。確かに俺は分かりやすく19人目という言い方をしたが、悪魔の証明によって18人以上人間を増やせるなら、それは10人いるか100人いるかも分からない、不特定多数ということだ。お前が想定する人数より常に1人多い。分かるか？なるほど。わらわが19人目のアリバイを何らかの方法で証明したとしても、その瞬間にそなたは20人目を生み出し犯人だと主張する。
これを無限に繰り返すことによってわらわは永遠に彼らのアリバイの証明が終えられないというわけか。なるほどなるほど。さながらイナゴの大群を呼び出す魔王よな。さすがは金蔵の孫よ。召喚術の才能には恵まれていると見える。つまり18人以外の存在 X は常にアリバイを証明することが不可能なんだ。どうだベアト、ヘリクス合戦だと分かれば俺も負けねえぜ。愚かしいぞ。わらわを誰と心得る。わらわこそは無限の魔女。そのわらわに無限にて挑むとは片腹痛いわ。無限を操ることはつまり無限を殺すこともできるということ。わらわが19人目を切ればそなたは20人目を呼び、20人目を切れば21人目を呼び、21人目を切れば22人目を切れば23人目を呼び、34人目を呼び、 6K4358 兆2235億7967万3204人目を呼び、わらわを永遠に翻弄で生きるとでも。無限交代とは笑わせる。わらわに無限は通じぬわ。ほう、ならばどうやってこの俺の無限を殺すんだよ。見せてみろよ。わらわには真実を赤で語る力があろうが。来やがったな。わらわが赤で語るとき、そこには一切の幻想がない。わらわがこの島には100人しかいないと一言赤で語れば、そなたにはもはや101人目を生み出すことはかなわぬのだ。ほーらバトラ、今度はどんな真実を赤で語ってみせようか。どんな拠り所を叩き切ってそなたを絶望に突き落としてやろうか。そーら、いつもの怯えた顔を見せてみるがいい。なに？そなた笑うか。また抜きやがったな。殿下の宝刀だ。それで今度はベアトリーチェ様は何をどう赤で語ってくださるってんだ。ほう、それはどういう意味か。急に余裕を見せよって。悪いが、その真っ赤な宝刀は俺も抜いてくれるのを待ってたんだ。さてお前は今度は何を赤で宣言してくれるんだ。犯人は18人の中にいるとでも言ってくれるのか。言っとくが、そいつは自爆だぜ。その時点でお前は魔女説を自ら捨てたも同然。まさに投了だ。確かに俺にとっても18人の中に犯人がいると赤で言われることは受け入れたくない悲しい事実さ。たとえ誰が犯人であっても俺はきっと辛い気持ちになるだろうぜ。だがそれはそれ以前にお前の敗北も意味する。人間が犯人だとお前が赤で語ることはお前の投了宣言にも等しい。お前が俺と差し違えても相打ちにしたいってんならそれも面白い一手だろうぜ。だがこの勝負は俺の勝ちで終わる。
さあ、今度はお前の手番だぜ。そうさ。お前のヘンペルのカラスを使うには、なぜ18人以外に何人の人間がいるのかを赤で確定させる必要がある。その上で、それらの人間についてさらに赤で犯人でないことを宣言したならば。なるほど。こいつは俺にとって致命傷になるだろうぜ。あれほど怯えていた赤を、もはや微塵も怯えぬとはな。たくましいやつよ。抜いてみろよ、殿下の宝刀。バッサリ決まって、今度こそ俺を屈服できるかもしれねえぜ。面白い。こうでなくてはな。さあ、どうしたよ。まずはこの島に合計で何人いるのか、赤で語ってもらおうじゃねえか。さもないと、お前のカラスは俺に切り込めないぜ。破れかぶれが、こうもやりにくいとは。捨て身というやつは、いつの時代も侮れんな。やはり金蔵の孫か。追い詰められれば追い詰められるほどに、不敵。膠着しましたね。せっかくの紅茶も冷めてしまいますよ、お嬢様。Thank you.
面白くなってきたぜ。バトラー、ラチが開かねえな。ならズバッと気持ちよくいつものやつで行こうじゃねえか。ほう、いつものやつとな。ならば頼もうではないか。あれを聞かぬとやはり始まった気がせぬわ。行くぜベアト。復唱要求。この島には18人しかいない。こいつを赤で言われちまったら俺は18人の誰かを疑わざるを得ない。19人目の仕業にはもうできず八方塞がりさ。だが俺は18人の中に犯人が絶対にいないと信じてる。あんな残酷な殺人を18人の誰にも起こせるものか。繰り返すぞ、復唱要求。この島には18人しかいない。拒否する理由は明かさない。お前は魔女なんかじゃない。この島に何十年も隠れ住んできた、ただの人間なんだ。千年を経た無限の魔女のわらわ、ただの人間呼ばわりしたか。いいか、続けるぜ。続けて復唱要求。この島には19人以上がいる。拒否してもいいんだぜ。お前が赤で言えないなら、この島の合計人数は18プラス X ってことになる。この X は初手で許すには相当でかい大駒だぜ。何しろ以後18人の誰にも不可能だった
という根拠のトリックは全て18人以外の人間 X で説明可能になる。全員アリバイ系の密室を全て打ち破れる大駒だ。どうしたよ、繰り返すぜ副将要件。この島には19人以上がいる。拒否する。拒否したな。ということは今後、俺は18人以外の架空人物 X を何人でも使い放題ってことになるぜ。好きにするがよい。わらわはそなたの副将を拒否する。今はそれで十分であろう。拒否の理由は、いや、今はまだ明かさない。いずれすぐに分かる。もったいぶりやがってよ。あえて使わぬ赤もまた赤らしい使い方。そなたは赤き宝刀と呼んだ。愉快な例え。わらわも使おう。宝刀は抜かぬうちが叶え、むしろ抜かぬことによって醸せる威風というものも。そうだな。俺はお前がいつ赤でひっくり返してくるか常に念頭に置いて戦わなければならない。こいつはエレイプレッシャーな。それに副将を拒否される方が辛い場合もある。何しろ俺の読みが正しいから拒否できないのか、ミスリードにはまって泳がされてるのか、区別がつかないんだろうな。そういう意味ではなるほど、抜かずの宝刀ってわけだ。なあ、同じ突き落とすなら少しでも高いところに行かせてから行かない。
まだ始まったばかり。まだまだ。この勝負は今はわらわがリザインする。淡き勝利に今は弱い。今は弱い。お見事です、バトラ様。まずは序盤は、バトラ様有利の展開でスタートというところでしょうか？さあな、この駒が俺の手でもぎ取ったものなのか、取るよう誘導されたものかは、まだわからねえな。どうせお前のことだ。俺が罠にはまり始めてるのを知ってて、しらじらしく拍手をしてるんだろ？まさか、序盤とはいえ、お嬢様より一本を奪った手腕を、純粋に祝福いたしております。何しろお嬢様はすぐ増長するお方、たまにはこのような刺激も良い薬かと思いますよ。お前んとこの執事、ほんと口悪いな。であろう。たまにわらわでもカチンとくるぞ。それはそれは大変に失礼いたしました。さあさあ、お嬢様にバトラ様、紅茶のおかわりはいかがですかな。まだゲームは始まったばかりでございます。ゲームを彩るお茶とお菓子はどうかこの私めにお任せを。どうぞお気兼ねなくゲームをおすすめになってください。そうさせてもらう。先を進めるぜ。これからが本番だ。よかろう。時計を進めようではないか。ロノウェ、紅茶を頼む。かしこまりました。クッキーは？いらぬ。ベルゼブブにあれば喜ぼう。しばし沈黙せよ。よかろう。わらわがどうして初手にて赤で語るのを拒否したのか、今より分からせてやろうぞ。何？上等じゃねえかよ。お手並み拝見と行くぜ。やはり見逃すには惜しい大駒よ。拙速かもしれぬが動かせてもらう。赤は使わぬ。今よりそれをわらわに代わってローザが説明する。聞くがよ。もちろん私も同意よ。ローザもそうでしょ。ローザ？え？あ、ごめんなさい。私も同じよ。同意するわ。どうしたんや、ローザさん。あんたさっきから随分おとなしいな。体調でも悪いんとちゃうか？あんたさっきからぼんやりしてるわよ。そんなので遺産が守れると思ってるの？あんたも一児の母なんだからもっとしっかりなさいよ。ごめんなさい。朝がだいぶ早かったんじゃないかね。体調が悪いなら無理をしない方がいいだろう。客室にベッドの用意がありますよ。お休みになってはいかがですか？ご案内しますよ。いえ大丈夫です。ありがとう。どうしたんだ？何か心配事でもあるのか？いえ、別に。そう？さっきからずっと心ここにあらずという感じよ。そしてそれは
今私たちがしている議題と何か関係があるんじゃないかしら。いえ、あの、どうしたんだ。さっきからおかしいぞ。何か思うことでもあるのか。わしら全員で団結しようって誓い合ったばかりやないか。一人で悩むなんて水臭い話やで。話したってな。どうぞ話しなさい。いえ、そのベアトリーチェっていうお父様の愛人って本当にその生きてるのかしらって思って。はあ、そりゃ生きてるに決まってるでしょう。こうして手紙を送ってくるぐらいだもの。元気かどうかは別の問題だろうけどね。肖像画の美女も今じゃきっといいお年だろうぜ。元気やと思うで。金のことで悪事へ働く奴は決まっていくつになっても元気や。案外悪巧みは最高の回春剤かもしらへんで。生きてるはずないの。え、今なんて。ベアトリーチェは死んでるのよ。私が殺した。なんだって？どういうことよ、ローザ。でも私が殺したわけじゃ。でも私があんなところに連れてしたから、やっぱり私が殺したのよ。あれは夢だと思い込もうとしたのよ。でもやっぱりあれは夢じゃなかったのよ。だからこれはベアトリチェの亡霊からの手紙なのよ。どうか落ち着いて、ローザさん。わしには何がなんやらさっぱりや。もう死んどる？どういう意味なんや。二つの意味があると思うわ。まず一つ目は言葉通りの意味。そしてもう一つは私たちの想像が正しかったことを裏付けるもの。ということは、ローザはベアトリーチェに会ったことがあるというのか。そんな話ローザの口からは一度も聞いたことがないわ。ローザ、いつよ。あなたは一体いつベアトリーチェに会ったのよ。昔よ、ずっとずっと昔よ。まだこの島に引っ越してきたばかりで、私は幼かった。私は悪くないの。私が殺したわけじゃ。落ち着け。誰もお前を責めちゃいねえぜ。まず水でも飲め。夏希さん、水差しを頼む。あ、はい。どうぞ、ローザさん、どうか落ち着いて。